い、どうもこんばんは。コアラと着ぐるみです。 YouTube ご覧の皆様、そして TikTok ご覧の皆様、いつも動画のご視聴ありがとうございます。というわけで今日からスタートしております、やっていきますよ、ステッカーブック。はい、今月の新ツボじゃないと遊べないよという、はい、イベントでございます。はい、スキルチケット。はい、そして、今回デビルドナルドかな。はい、最後の1体。これで多分ゲットすれば、スキルマックスにね、おそらく全員になるんじゃないかということで、スペシャルステージも、はい、楽しみにしても、真っ暗つむつむ。はい、どんな感じなつむつむなのか、はい、楽しみではございますが、はい、ただいま、TikTok ライブで、順番にね、倒していって、最後のスキルチケットまで、頑張って進めていきたいと思います。はい。では早速、今月の新ツモを使って、なぞって5チェーン以上を出そうということで、はい。こちらの4体ですね。え ?4 体やったっけ ?4 体か。あれ ?4 体やったっけ、あ、4体か。何を今更。サムライジカ、ジャパンの監督井端。そうそうそう、井端さんですよね。はい。ケチミッキーキャベチが、ケチミッキーじゃないよ。ちゃんとスキルチケットをくれると言ってるし、はい、ただ新ツムでしか遊べないっていうところがちょっとポイントですよね。はい、持ってない方はちょっと遊べないという。なので、ただいま加速、最後の新ツム確率アップ来ておりますので、はい、ぜひね、当たりやすくなっているので、1体でもゲットできれば、おそらく最後まで、多分いけるんちゃうかな、知らんけど。どうなんやろ。グーフィーやとちょっときつ、きつそうやけどね。はい、では、順番に、じゃあおすすめの、ツムからね、やっていきたいと思います。モンスターズインクセット。はい。私、ちょうど平均体重かも。あ、確かに、ななこさん、タッパでかいもんね。ごめんなさい、一人だけ野球で盛り上がってます。ね、全然いいよ、全然いいよ。はい。昨日ね、ドラフト会議あったしね。はい。おこなドナルドは新粒ではないんだね。あ、確かに、そうや、そうや、そうや。なんか忘れてると思ったら、デビルドナルドやん。デビルドナルドは対象外なんですね。マジか。せめてさ、誰でもゲットできんねんからさ、対象にしてあげてもいいと思うねんけど。はい。じゃあ、モンスターズインクセットから、謎って、5チェーンですがね。はい。早速頑張ってやっていきたいと思います。大谷さんのホームランボールください。あげたいけども、もったいへん。ガチャで出てくるかな?プレミアボックスで出てくるかなっていうような、しょうもない話をしても、このね、このしょうもない話が YouTube でね、残ってしまうという、うん、悲しい話。はいよ。ありがとう、マイク。幸先、先頭打者ホームランみたいな感じかな、大谷さんに言うね。はい、しょうもない。よいしょ。110より上行くと軽くて、下に行くと重いらしい。ありがとう、マイク。体重の話はやめよう。悲しくなる。ほんまにこれぐらいの年になってきますと、おじいではないけどさ。ほんまに減らん。ありがとう、マイク。結構なんか今日食べへんかったよな。昨日もあんまり食べへんかったよな、みたいな。うん、これやったらちょっと減ってんちゃう。全然変わらへん。それやったらある程度食べていいんちゃうって思う。まあ無理せずにね。ダイエットもね。急なダイエットしてもね。結局リバウンドしやすいですから。はい、経験談。なるほどって言ってくれてありがとう。そう、ね。この粒ちょっと世話しないから、ごめんね、コメント飛びとき、なんか調子いい今回。なんでや、なんで、なんで、なんで。マイクがめっちゃ初回から出てきてくれはる。ほい。って言うとね、出へんくなるから。絶対聞いてるよな、この回は。ありがとう、マイク。コアさん思いたいですね。やめて。やめて。それ以上言うのやめて。重たくはない。重たくはないけど、リンゴ3個分やし。はい。重ない。はい。きっと、あ、ありがとう。マイクだけが、今、希望を与えてくれる。ほい。YouTube 見てくれてる人もきっと聞いてくれたはるはず。よいしょ。ごめんやけど、TikTok の投稿を見てさ、
あ、痩せた効果とか言われるけど、全然やからね。あれはもう加工に加工を施して加工に加工を施してあれが完成してますからね。この角度で映せば多少は痩せて見えるんちゃうかっていう姑息な、姑息な手段です。誰が姑息な手段や。もうそんなの、みんな平等に与えられた権利やし。 TikTok ライバーのね。はい、ありがとう、ありがとう。あ、かおりさん、ありがとう。かおぴーさんか。はい、ちょっとごめんね、コメントちょっとまとめて後で読みます飛ばした方すいません。この粒ちょっと忙しいありがとうマイク。なんとか万枚出したいけどマイクさんのご機嫌次第。ほい、お願いします。ほら、機嫌を損ねちゃったかな。あー、うまくチェーン繋がらへんかった。ほら、調子乗るとこれや。マイクありがとう。ありがとう、ほんまに君の。どうしても爆笑問題の田中さんの顔が。あー、間に合ったけどこれはフィーバー入らへんかな。あ、入ったな。はい、お願いします。最後の一発。ありがとう、マイク。よし。ワンチャン。ワンチャン可能性出てきたよ。あー、無理やった。はい、ちょっと戻りますね。コウさん重たいみたいですね。ちょっと黙ってもらっていいですか昨日 iPhone15 Pro Max 何色使ってるかおっしゃってましたっけ。シルバーかな。多分シルバーっぽい色。ホワイトかシルバーか忘れたけど。はい、ねえ、はい、聞いてますねって言ってくれてありがとう。ハロウィンのカード無限になってますが、今出たカードに切り替えた方がいいですか。はい、切り替えた方がいいと思います。もう終わってるんやったら、カオピーさんありがとう、コメントも。はい、とりあえず、もうすぐ終わるんです、ステッカーブック。多分終わらしちゃってから、戻るでもいいし、まあ、月末までやってるので、ステッカーブックじゃなくて、ハロウィンのイベントがまだループのところに入ってなければ、そっちを終わらせてからでもいいかなって思います。年下だけど、ナイス。そうだね。はい。ギフトありがとう。あれは詐欺や。やかましい。やかましいわい。うちのビジュアルのことでしょ。あれは詐欺です。はい。その通り。おっしゃる通り。バナナお帰り。お疲れ様です。おとつ、やっと終わった。テスト終わった。ナイス。はい、これ YouTube ライブ、YouTube の方でも、動画残りますよ。はい、皆さん。はい、お疲れ様、バナナ。よかったね。あ、ありがとう。誰か、招待送ってくれたかな。ハート交換グループのね。はい、TikTok からか、あ、噛んだ。もう一回言うね。TikTok から来たよと、コメントだけ、メッセージだけいただけると嬉しいです。はい、テストは、iPhone の色を迷ってしまう。迷うよね。あと最後はフィーリングです。はい。どうせカバーつけたら分からへんし。テスト終わったけど、点数もう終わった。よう頑張った。でも、いいターン、ありがとう、バラ。ナイスー。いいターン、何やったっけ。真っ赤なバラをいいターンからもらう。ありがとう。ナイス。いや、もうよう頑張った。頑張ったよ。ナイスフォロー。ありがとう、ナイスフォロー。はい、そら、ありがとう。あ、OK です。メッセージいただきました。ありがとうございます。はい。ではですね、ちょっと待ってね。わかりましたって言ってくれてありがとう。よいしょ。はい、ご招待いたしますね。フォローはもちろんしていただいてるかな。ありがとうございます。よいしょ。はい。はい。ご招待させていただきましたので、挨拶とかはね、禁止なので、もう無言で、交換グループに入っているメンバーをどんどん追加してみてください。TikTok から来たよ。ナイス。ありがとう。知ってる。うん、ありがとう。ナイスハート。ありがとう。ナイスな心意気。プツンツン。ありがとう。はい。12人のメンバー。ナイス。ありがとう。嬉しい、ありがとう。ぜひぜひ、YouTube ライブ、違う。言い間違えたんじゃ、言い間違えたんや。
そういうこともある。人間、そういうこともある。ありがとう。これはないよ。リング、ありがとう。チームブレスレット。チームブレスレットしてくれてありがとう。ナイス。ありがとう。嬉しい。めちゃくちゃ嬉しいです。そしてフォロワーさん。ありがとう。真っ赤な真っ赤な真っ赤なバラをありがとうのかな。もうもらう。ありがとう。ナイス。そして、ジージーもありがとう。ジージー佐藤、ありがとう。一生懸命今、アイテムリアクションしてます。全く見えてないけど。あなたたちに全く見えてないけど、一生懸命やっております。ハート交換のあるんですか？あるんです。カットハート交換。よくぞ言っていただけました、カオピーさん。はい。ハート交換グループをね、先日、つい1週間ぐらい前に新設しまして、はい、なんと40人強の、方が参加していただいております。ぜひね、可愛いねって言ってくれてありがとう。知ってる。うふ、知ってる。ありがとう。ちょっと全く見えてないけど、これアイテムリアクションどうやっていける。ですね、もううちのアカウントはフォローしていただいてると思いますので、行きたいです、ありがとう。行きたいって言ってくれてありがとう。3日4日前の動画投稿で、そう、ありがとう、これ、真っ赤な真っ赤な真っ赤なバラを、ありがとう。コアラさんかな。ありがとう。コアラさんからもらう。ナイス。3日4日前の動画投稿で、ハート交換グループ作ったよっていう、投稿してます。そこに LINE の QR コード貼ってますので、そこからまずそいつを友達登録していただいて、で、そこから TikTok 来たよってメッセージを一言残してください。この配信中に、ご招待させていただきます。はい。明日は遊びに分ける。コウさん、明日仕事ですか？仕事です。はい。明日仕事やね。仕事やね。朝から仕事やね。一日。基本土日仕事やからな。はーいって言ってくれてありがとう。ナイス。はい。ぜひ、カオピーさんお待ちしております。はい。じゃあ、今月の新ツも使って、マジカルモンも1個でいいの。1個でいいの。はい。じゃあ、ヴァンパイアミッキー。はい。順番にやっていきます。はい。合計83回スキル。そんなに使った？今の1回で？ほんま？あ、ちゃうわ。グーフィーやった。忘れた。グーフィーをやってたことをすっかり忘れた。ごめん、グーフィー。忘れてもうて。そんなことないよ。心のどこかで覚えてた。ただ今思い出した。ありがとう。頑張ってください。ありがとう、バナナ。頑張るよ。今の一言で、うちは頑張る勇気をもらえた。はい、次はというか、うちの番って言おうとしたけど、バナナはいつも頑張ってるからな。そして、うちも別に頑張ってないわけではない。よいしょ。みんなね、それなりに頑張ってますよ。毎日ね。学校、やれ、学校、仕事やと。ね、よいしょ。ね、みんな応援してます。そして、うちも頑張ります。そして、また、明日のね、この時間に配信つけたときに、はい、みんなの愚痴でも何でも聞きますよ。何でも、愚痴でも何でも聞かさせていただきます。よいしょ。はい、明日部活、部活なんや、そうなんや。気ぃつけてね、体調。偉いな、部活に。みんなね、最近の子は部活しながらバイトしたりとかしてるからね。ほい。ななこさんは YouTube の動画上げてたんやろか、今日。今日上げれてなかったらね、明日上げれるように頑張ろう。うちは楽しみにしている。よいしょ。体調ね、どうしようもない。まあね、まあそうやろうけどさ。自分一人の体じゃないねんから。深い意味はないけど。なんやこのツボ、全然稼げへんやんか。なんやこのヴァンパイアミッキーって、えらい違いやないか。何やったっけ、ミニとバットハットミニと思った以上に時間かかるゲームで先やめない。マジか。他に何の考えないのやらが、親とかさ、何彼氏とかさ。QR コードで画面だとどうやって読み込むんですか？写真撮らないとダメ。なんかね、QR コードを読み取る、なんかやつあれでしょ？でも画面スクショ撮った方が早いな、かな？その辺よくわからへんねんな。教えてくれてありがとう。スクショして写真フォルダーから流して、そうそうそう、それでもいけるような気する。
彼氏知らないのか知ってる。だから何？だから何？白井くんでしょ？知ってるよ。つむつむの上手。うん。ね。配信つむ使って1プレイで160。これも何でもいきますね。じゃあピートでいきます。ネジ頭ピート。はい。このね、ネジ頭ピートがね、今月の新つむの中では2番目に優秀かなと思います。さっきも言った通り、わざわざコイン使ってスキルレベル上げるものでもない。私の白井くん、そう、私の、あなたの白井くんです、そう。教えてくれてありがとう。ルノン。ナイス。はい。では、ネジ頭ピートいきます。この辺のミッションやったらね、喋りながらでもいける。トークしながらでも。コインは稼がれへんけど、はい。私の白井くん、そう、あなたの白井くんやね。白井くんって言うとさ、アンナチュラの思い出す。ご存知ない方は、アンナチュラル見てください。おもろいんで。石原さとみさんがね、素敵。ななこさんの次に素敵。私の白井くんはどこやろ？あなたの白井くんは、あなたも白井くん欲しいんですか？名前変えようかな、じゃあ。はい。いい匂い。知ってる。それも報告受けてる。知ってる。なんで白井くんがいい匂いすることをうちが知ってんねん。おかしいやん。全く本人の顔も知らんし、そのいい匂いがするエピソードだけ知ってる。なんで。そう、ええ匂いする、あれやんな、白井くんやんな、つって。何やったっけ、金木犀の匂いがするんやろ、つって。入した時いい匂い。知ってるよ。聞いたよ。知ってるよ。なんでわしが知ってんねん、そんな情報。この白井くん情報を。本人と喋ったわけでも全くないのに。本人がね、わしいい匂いやねんって言うてねんやったらわかるけどさ。そう、もらっちゃっていいんですか、いい匂いするのに。そう、赤。いい匂い。じゃあ、うちも金木犀の匂いにしようかな、これから。柔軟剤。そう、この金木犀の匂いがする白井くんが、この空想上、我々の中ではまだ空想上の人物やねんけど、その白井くんが、匂いする金木犀の匂いでモテはるんやったら、うちだって金木犀の匂いに変えようかな。金木犀の匂いってどうやって手に入るんやろ。金木犀の匂いの、違う、金木犀の匂いは私、あ、そうなんや、ごめん。なるほどね。白井くんはじゃあ何の匂いだろう。いい匂いって。いい匂いって何の匂いするんやろう。なんで興味があるんやろう。白井くんの匂いに。なんでそこまで興味が持てるんやろう。不思議やな。そう、じゃあいただきます。赤。白井は花の匂い。花の匂い。金木犀も花やけどな。何の花の匂いなんやろう。なんで気になんねやろう。不思議。なんで白井くんの匂いがなんでここまで気になるかを、教えてほしいです。はい。いけたかな？ QR コードの読み込み。わからん、なんかいい匂い。あ、そうなんや。バラかな？ねえ、何の匂いをねえ。ねえ、じゃないねん。ねえ、じゃないねん。別に、本人たちさえ良ければ、いい話で、我々の人生に1ミリも影響を及ぼさない。大衆カフラーなんかな。あ、なるほどね。あー、ゆみたん、こんばんは。こんばんは、やっほー、こんばんはって言ってくれてありがとう。はい、髪型マッシュ。あー、へー、そう、白井くん情報がどんどん。長押ししてもできなくて調べてきます。あー、オッケー、ありがとうございます。どうしたらいいんやろう。でも、なんか方法あるはず。現代っ子は知ってると思う。だからうちもね、昔なんかググったような記憶がある。こんばんはって挨拶してくれてありがとう。Google レンズでできた。あーね。これできるんかな。ワクワクしながら見て、フォローしました、ありがとう、ナイス、フォロー、ナイス、ありがとう、ティーティリッドゥ、ティッティリー、話聞こうかっていう感じの雰囲気、マッシュで、マッシュルームの、頭の人に、悪い人はいないって、お父さん言ってたじゃない、はい、好きな人が、あ、違った曲、父さん、母さんや、ナイスフォロー、ありがとう、うん、へーって。そこ突っ込まんといて。そこ突っ込まんといて。よくね、言われんねん、ケイさん。この人、あんま興味ないなって言われんねんけど、そんなことないよ。そんなことない。相槌の、
相槌の温度感なんて人それぞれ。これ何カードまであるんですか？ 4 カードかな、多分4つやと思います。はい、一応最後もね、ありがとう、何カードまであるんですかって聞いてくれてありがとう、大助さんかな。はい、ありがとうございます。多分4つちゃうかな。簡単、普通、難しい、めちゃむずかな、多分そんな感じだと思います。はい、適当に喋りながらやってます。これ一応 YouTube 用にも動画上げるからね。はい、じゃあ続きまして、ワイルドファンググーフィー、ワイルドファンググーフィー、はい、スケッチカー1枚ですよね。うん、多分1枚だと思う。興味ないことするんですよ。あー、やめて。あー、ありがとう、カオピー、届いたよ。ちょっと待ってね、ちょっと待ってよ。スケッチカー1枚。はい、スケッチキー1枚やと思います。明日部活で3キロダッシュやんけ。3キロもダッシュするの？ 3 キロなんか、3キロ中100メートルぐらいじゃ、ダッシュできるの。人間って違うんかな？はい、ちょっとね、ハート交換グループ入りたい方はぜひ言ってくださいね。今ちょっと生配信中にご招待してますので、少々お待ちください。はい、すごい、どんどん増えてきたね。ついに40人中盤ぐらい。はい、ちょっと待ってね。ありがとう、すけさん、ナイスギフト、ありがとう。ちょっと見てへんかったか、ごめんなさい、なやろ。はい、ご招待させていただきました。はい、ありがとうございます。はい、戻ってきましたよ。はい、スクショから Google アップでアップロード、 Google レンズでいけましたね。すごい、もうなんか言葉を聞いてるだけで、すごい、なんかあれやね、一つの大きな仕事を成し遂げた感がすごい。どんどん追加していく、いい感じなんです。はい、どんどん追加していってください。全員追加してください。で、お互い、なんか設定にもよると思うんですけど、いずれランキングに出てきます。はい、この今プレイしているアカウントともね、つながりますので、ぜひご興味ある方は。はい、もうハートに困ることはなくなると思います、きっと。知らんけど、多分。はい、いいねもしてくれてありがとう。はい、そんな感じでございます。どんどん追加していってください。はい。もう挨拶とかは、挨拶一応禁止なので、はい、無言で大丈夫です。わかりました。ありがとうございます。こちらこそ。わかりましたって言ってくれてありがとう。はい、じゃあ、ワイルドファングーフィー。これ、使い方忘れたよね。あまりにも、もうしょうもない、しょうもないって言ったらグーフィーに失礼や。何？難しすぎて。こうやって違うな。こうやって、こうやって。あ、全然無理やった。あ、もうなんか難しいねん、これ。いやいや。これで、一回割れるでしょ？こうやって、こうやって、2回割りでしょ。あー、惜しい。3回割りもうちょっとやった。このプレイ、このツム、わし得意やでっていう人おる？ぜひコツ教えてほしい。こうやって、こうやって、あー、間に合えへんかったよ。もうちょっと、満月やったらさ、全集中してほしいぐらいやねんけど、ほんま、この能力からしてみると。労力からしてみると、これで一回ロングチェーンするのが一番いいねんけどさ、何部か当てて、103キロダッシュやねんから陸上部ちゃう？違うんかな。やっと勝手にイメージしていた。でもバレー部とかなんかバスケ部とかっていう可能性もあるよね、知らんけど。あー、2回しか無理やわ。もう俺友達追加しても OK です。ちょっと教えてくれてありがとう。ありがとう、あっちゃん、ナイス。ちょ拍手してたらつむけさん忘れた。ありがとう、ほんまに嬉しい、嬉しいわ。元気めちゃくちゃもらってます。ありがとうございます。正解は吹奏楽部。吹奏楽部で3キロダッシュするな。そうなん、最近の吹奏楽部ってそうなん。大変やな。そうなんや。何吹いてんやろ。コルネット。かな。はい。ありがとうございます。こちらこそです。ありがとうございます。ハート。ナイス。ありがとうございます。ぜひぜひ皆様よろしくお願いいたします。だから、ダッキルマークつきかな。ああ、なるほどね。
そう、水曜顧問 BBA やから、なんでな。今、ババーって言いそうになった。言ってるやんかって。言ってるやんか。はい、新ツモ使って、1回で、ね、2回、これ全部やったよね、もうね。はい、2回スキルを使おうです。はい。サックスめっちゃかっこいいやん。へえ、今ちょっと面白い名前の人見つけちゃった。ぜひコメントしてほしいな。かっこいいね。サックスとかやりたいな。相性、世界三大サックス奏者って、武田真治さん。武田真治、南原清隆。あとなんか外人。違ったっけ？こんにちは、フォル様お帰り。やっほー、こんばんは。そう、こんにちはって、こんばんはって挨拶してくれてありがとう。はい、今、ダラダラと、ステッカーブックをやっております。昔陸上やってた。へー、そうなんや、僕ボーカルです。なんで今ボーカルですってことを教えてくれたやろ。そう、人生はみんな、ね、誰かのボーカルです。意味わからへん。てか、ついこの間まで、はいはいはい。走ってたんかな。うちも、あれやで、一応なんか信じられへんかもしれませんけど、20年前って言っちゃうと語弊があるというか、なんか、ね、年齢バレそうなんであれなんですけど、昔サザンオールスターズのコピーバンドでボーカルやってました。桑田さんの、ポジションやってました。はい、どうも、コアとキグルミです。あ、ブリキャスがやめたんで、あ、そうなんや。陸上？まあ確かに、運動部はきついよな。人生は誰かのボーカルです。そう、人生とは誰かのボーカル。エグザイルグループのボーカルしました。ナイス。一生奇遇やな。そう、うちはまあエグザイルでボーカルしててんけど、方向性の違いでヒロさんともう殴り合いの、喧嘩をしまして、でもうやめたるわ、こんなこのなんていうのいかつい乗って心に思いながらスッと抜けて、代わりに入ってきたのがしゅんくんです。はい、入れ違いでした。はい、ミスのボーカルやってます。ナイス。みんなね、誰かのボーカルなんです。はい、初見さんもどうもこんばんは。はい、YouTube で、普段つむつむの、動画を、動画投稿してます。コアとキグルと申します。はい、ちなみにミスな、ごめんなさい。もうジャパニーズな男なものでちょっと横文字に弱いんです。コアと聞けるみです。はい、ちなみにジャニーズの同期で言うと菊池風磨くんとか、中島ケンティとかが同期で、吉本で言うと同期は、ペコパとか、あとあれ山添くんとか相席スタートのあの辺が同期です。はい、100m17 秒7とかの、めちゃくちゃいいんや。三が日何万あれば安心ですか。何万あってもいいと思いますけど、アルさん、もうコメントありがとうございます。1000万コインぐらいあれば、1000万コインあれば、ドヤ顔で引けると思います。はい。欲しい妻、確実に1体はゲットできるんちゃうかなとは思いますけど。はい、うちはそこまで稼ぐ自信ないかな。誰か突っ込んであげてくださいって言わんといて、あ、言ってくれてありがとう。全てを、肯定するのをペコパから教わったような気がする。ありがとう。突っ込んであげてくださいと言ってもいいかもしれない。はい、ありがとう。今日ちょうどハート効果グループないかなって探してくださいと、ありがとうございます。いい、これはもう運命の出会いよ、カオピー。ありがとう。しかもちょうどいい人数やし、今で出来たてやから治安がいい今のところ。なので、最低限ね、多分カートに困ることは多分これでなくなると思います。はい、イエッシャンマン、そうイエッシャンマン、まだ220万しかないです。まだね2ヶ月ちょいあるんで頑張りましょう。はい、1日3万コインずつ貯めたら届く66、あ、届かへんわ、もうちょっといるわ。でも途中ね、誘惑のセレクトボックスがね、何回も来るんでね。はい、初見ですって言ってくれたらおすすめのツボ教えてください。おすすめのツボ、ゆいさん。おすすめのツボか、新ツボやったらこのモンスターズインクセットかな。まだ20万しかないですね、頑張ろう。1日10万目指します。1日10万やったらね、結構、まあ、持ってるツボにもよるけどもいけると思う。コイン稼ぎかな。コイン稼ぎでおすすめのツボは、
もう一択ですね。私、はい、一択です。一択でもないか。適当やな。適当やな。一択でもないけども、うちのコイン稼ぎの積むが、例えば仮にね、手持ちに全くないですよって。じゃあ、どの積むにスキルチケット使った方がいいんですかとしましょう。はい。そうした場合、まず一旦最初に、僕の意見ですよ。あくまでね。私の意見。パイロットルークスキル3と女王鏡4などを持ってます。あ、なるほどね。コークにランを送ったらどうなる？別にどうにもなりません。どうにもならんと思う。はい、ガストンかな？ガストンさえスキルマックスで1体持ってたらコメント用にありがとう。1日20万コインは余裕でいけると思う。はい、フォロワー7人、はい、ありがとう、教えてくれて、あとコメント4人とフォロワー7人が今日の、配信の目標です。ぜひ仲良くなってくれる方、よろしくお願いいたします。ただなんでね。すぐ大阪の人は、ただや、って言う。はい、すいません。はい。かな。あとは、まあ、ナミネが復活したら、ナミネさんを、やっぱり、ガスのマックスにするまで月々貯める気がしない。マジで？あと何枚ぐらいなんやろ。そう。ナミネは29体で、スキルマックスになるんです。だから、28枚、スキルチケットを持ってる状態で、三が日に仮に復活した場合、これ1体釣り上げるだけで、一気にスキルマックスまで持っていけるんで、はい、おすすめかな。あとは、エルサンドラフとか、パフュームアリス。この辺も三が日で復活しそうな気がします。はい。あとは、ビーンズカムベル。これも三が日で復活するんちゃうかなと思ってます。このズームもめちゃくちゃおすすめです。はい。彼氏いるなら他の男性と連絡取ってみてください。ええー、こと言うた。男前。さすがザ男系。こんな感じで喋ってるから、この人は、コメント軽いんやなって思われるかもしれへんけど。そう。間違いない。彼氏さん、白井くんを大事にしよう。してあげよう。鼻の匂いが、ねえ、いい香りがする白井菌があるやん。血糖値測らなきゃ。あ、それを測ろう。うん。まだスキルさんとかです。一回も注いでない。ああね。ガストンはスキルマックスじゃないと使われへんのんで、スキル3の 0% やったら、あと4、8、20やから足すとなんぼ ?32 体か。32枚いるんでね、半年かな。半年頑張ってスキチケ貯めたらいけるはず。いたぞって言ってくれてありがとう。ナイフありがとうね、ソウロ。ありがとう。ごめん。ちょっと身を晴らしてた隙に。誰やろう。ありがとう。うちも、ぜひぜひ、よろしくお願いいたします。私の白井くん。そうやで。あなたの白井くんや。そう。せっかく鼻の匂いなのか大事ですね。ちょっと意味わかりませんけど。せっかく鼻の匂いなんだから。大事にしないと、鼻の匂いじゃなくても大事にしてあげてください。はい。って言ってもいいと思う。今ちょっとペコパが下手くそすぎたけど。はい。まだ三が日でガストン来て50回引いて全部ガストン出せばいいか。そう！まあ50体もいらんけど。あ、30体か。そう、ごめん。3が5に見えた。老眼なもんですいません。はい。そう、全部ガストン出せばいいんです。でも、ちょっと許可取ってくる。許可って何？別にそんな許可はいりません。白井くんを大事にしてあげて。はい。初見さんも来てくれてありがとう。うん、かな？この辺がおすすめの積むかな。簡単どころで言うと。あと、この辺とかね、難しい。うちはね、上腕の鏡大好きなんですよ。だから次スキルチケットを、スキルチケットちゃうわ。セレボで復活した時に、この上腕の鏡が、復活したら、すべてのコインを注ぎ込んで、スキルマックスにしようと思ってます。はい。それぐらい、次のセレボで絶対マックスにする。だから、スキルチケット使うのも辞さない覚悟でいます。はい。あとは、アナキンスカイウォーカーかな。アナキンは簡単、スキルも簡単やし、初心者さんでも扱いやすい。ただこれもスキル5以上じゃないとちょっと使われへんのでね。はい。初心者なので、ブー使ってます。ナイス！ブー！みそたれさん。ブーもね、低スキルでも、の割には、しっかりコインは稼げる。ノーアイテムでね。ただノーアイテムじゃないと、マイナスになっちゃう。スコア1億行きたいんですけど、誰か一番おすすめですか？スコア1億行くのにおすすめなのは、シンデレラです。
はい、シンデレラが一番簡単に、スコア1億出せます。はい。それ以外は難しい。それ以外は難しい。味噌タレさんハムかな？あ、ハムなんや。ハムはね、全然。よし、完璧って言ってくれたけど、許可を得たらしいの雰囲気の乗せといた。あ、そうなの？白井くんの雰囲気。あー、ありがとう。アイコンで。あー、そういうこと。雰囲気やな。雰囲気やな。なんか米津さん、州ない米津州がする。はい、初見さんも来てくれてありがとう。はい、かわいいよ、かわいいよ。もう出来合いやな。ワンコみたいや、ええな。青春やな。ほんまに思ってんで。こんな言い方やけど、ほんまに思ってんで。はい、ほな。じゃあ、いきますか。ステッカーブックね。とりあえず、スキル2回。何の粒にもいけます。はい。モズカズオ州、違う。ヨネズさんって言うと、ヨネズケンシさんやったっけ？夢ならばっていう人。どれほど良かったでしょうっていう人。続きが出てけへん。続きの歌詞が一切出てけへんかったけど。はい、これでクリアかな。青春やな、青春やな。そう。小さい頃は、なんで、なんでユーミンやったやろ。はい、青春やな。ギリギリでいつも生きていたいから。何やったっけ、これ。青春アミーゴを 歌いたかった、今。そう。俺たちはいつでもってやつだっけ。二人で一つだった。今の若い子知らんよな。聞いたことない歌やな、うせえん。あれ、一緒にあんなちゃうの見えへんかったっけ。ただうちの歌が下手くそだっただけなのかもしれない。はい、ナイス、ありがとう。はい、ありがとう、マイク。やばい、ちょっと真剣にこの粒と向き合いたい。ただこの粒疲れんねえな。もうなんか最初の簡単なミッションの時はひたすらデジ頭ピートでやろうかな。今日休みで二の国に行くで散歩していきます。ナイス。そう、大きな公園っていいね。近くに大きな公園あると。ウイスキーの瓶と炭酸水を持って、遊びに行きたい。ハイボール。疲れてきちゃった。ただこんな適当なプレイでさえ、この適当なプレイでさえ8000コインぐらいいけそうな気がする。青春アミーゴめっちゃ聞いた。あ、ほんまに？俺たちはでしょ？いつでも、二人で一つだった。これ何の曲？シュージタキラやったっけ？国分さん、まさかの歌えんにやって、世間の半分が思った歌でしょ？国分くん、普通に歌って踊れんにやって、世間の半分ぐらいがびっくりしたって、おなじみの青春アミーゴ。そう、だからもうそれがびっくりすぎて、もう歌詞の内容とか全然入ってけへん。同じ世代が、ナイス、同じ世代かもしれへんよね。そう、平成を生き抜いた。平成を生き抜いたって言うとなんかすごい、激動のって聞こえるけど、別に激動ではなかった。鼻くそほじってたら、あっという間に令和になりました。はい、ありがとう、マイク、ありがとう。これで、多分8000コインは超えたでしょう。選挙ですね、今ね。国分くんやった。国分くんと、あと、近畿月の堂本剛くんでしょ？そう。もちろん、まんま行くよね。時間がな、大変かった。あと20秒ぐらいあったらいけた。空船、めっちゃ聞いてた。あー、確かに。中島みゆきさんバージョンもめっちゃ聞いてた。この船、エヴァド。アミーゴ。そう、アミーゴ。え、違ったっけ？
え、違う？何かと勘違いしてるうち、答えを知ってる方教えてください。あれ違ったっけ？何かと勘違いをしている？はい、じゃあ、ちょっと簡単なやつでやりますね。ヤマピーと金足じゃない？え、そうやったっけ？あ、めっちゃ勘違い。堂本剛くんと国分太一くんのやつって何やったっけ？誰か知ってる方。あれ？ヤマピーと亀梨くんやったっけ？あれ？何やったっけ？なぎさで、なぎさで、なんか、アミーゴってやつ。そうですよね。あ、そうなんや。え、めっちゃ恥ずかしい。全く違う、二人が頭の中で踊って、歌って踊っていた。そうなん？あれ、何やったっけ？堂本くんと国分くんのやつって。誰かググって。何やったっけ？何と勘違いしてんのよ。え、めちゃくちゃ恥ずかしい。どうも、初見さん、こんばんは。ヤマピーと亀梨くんじゃなくて、堂本剛くんと、国分太一くんが、二人で、ドラマの役名で、出してた曲のタイトルをどなたか教えてください。はい、コメント欄でお待ちしております。薄いやん、これ。まだ YouTube で流れてしまう。亀梨のロン毛の時、そう、亀梨くんでもロン毛のイメージめっちゃあるけど、最近全然単発なのね。今日ひどいことあったんよ。どないしてん。さっき聞いたよ。それ以上にもひどいことがあったん。なんかコナン君みたいな一日送ってるな。何そのコンビ。え、あるって。誰か知ってる人、遠慮なく。遠慮なく教えて。草の副作用で、さあ、手ってむくむやんけ。あ、むく。めっちゃむくむ。わかる。うちも、アレルギー持ちなんで、副作用でめっちゃ顔とかむくむときある。誰が副作用で顔むくれとんねん。わしやがな。両手でしてる片手。あ、今片手です。はい。コメントを読みながら。はい。赤西と、亀梨の極戦が好き。極戦？あ、知ってる。知ってるというか、初期のやつでしょ？確か。最近ね、極戦見直そうと思った、一日があって、結局、初期の、いっちゃん最初の極戦ってヤン組でしょ？2話まで見た。はい。それ終わりそう。それ強そう。あ、消去量がね、多い割に全然コイン稼げません。はい。なんていうの？コインのマイナス補正がえげつない。スキルレベル上がるごとに。だけど、強いよ。この中では、新粒の中では2番目に強いと思う。もこみ、はい、もこみちなつ、なーって言っちゃった。ねえ、もこみちさん、今や高い位置から、調味料を振りかける人で、有名になっちゃったけどね。お酒の副作用でむくんでる人見たことある。わしやがな。それわしやがな。お酒の副作用で朝顔パンパンなのわしやがな。はい。殴りそうだったよね。あ、むくんじゃって。よくないよ。暴力では何も解決しません。はい。殴りそうで止まってくれてありがとう。そうやん組です。そうやん組に見えた。そうやん節みたいな。そうやん組に、新しいなんか中華料理かなと思ったけど。そうやん組ね。そう。はい、やん組はね。はい、コロッケ知ってます？アニメ。え？コロッケっていうアニメ？お笑いタレントさんは知ってるけど、反映されてないべ。反映されてない？男子に？指太くないって言われたんだ。あー、そんなことないよ、きっと。むくんでるからしゃあがない。うちもね、薬の副作用でむくんだとき、お酒の副作用でむくむときもあるけども。なんていうの、めっちゃむくむ。確かに腕パンパンなるだもん。うち小麦粉のアレルギーがね。それで殴りかけた。止まってくれてありがとう。暴力ではね何も解決しません。
そんなやつはね、呪ってやれ、呪ってやろううちが呪ってやるわ。はい、白井くんにも呪ってもらいなさい。コウさん、むくんでない時でもパンパンか。誰がむくんでない時のパンパンやねん。やめて、そういう、半分正解や。何が半分正解や。半分以上正解や。誰が半分以上正解やねん。よいしょ。まあ、それはね、それを加工に加工で、むくんでないように見せるのが大変やねん。TikTok。詐欺やと言われました。パツパツなんですか？誰パツパツではないです。はい、パツパツではございませんけども、パツパツかパツパツでないかはご想像にお任せします。はい、そういうことを言うやつは大体パツパツなんです。そういうことを言うやつって大体真犯人やからね。真犯人しかそんなセリフ吐かんやろっていう。はい、そんな感じです。白井くんも笑ってたんです。そう、まあ、ね、笑ってもらうことが一番浄化になりますよ。笑ってくれる優しさ、それは白井君の優しさですきっと。知らんけど。よいしょ、ほいほいほい。このピートは常駐ツム、違う、常駐ツムじゃない、期間限定のツムなんで、今月末までですね。はい、可愛いから僕は好きです。ナイス。僕は好きですって言ってくれてありがとう。うちも好きやで。よいしょ。そう、だからね、またいつ復活するかはわかりませんけど、でも大体こういうハロウィン系のツムってさ、この時期をね、だから次復活するとしても来年のこの時期ちゃうかな。スキルの発動タイミングを考えなくていいっていうのはめっちゃ楽やし、このやっぱり小距離はえぐない？ただ、入ってくるコイン数も、薄いやん、こんなに消したのにこんだけみたいな。マイナス4か。マイナス5のコインのマイナス補正かかってるよね、スキルマックスで。だから、40使用しても、多分、30コイン、あ、もうちょっとか。40使用したら、200コインちょいぐらいしか入らへんと思う。今出てます。今出てます。今の新ツム。で、今、ただいま確率アップ中なので、当てるなら今。欲しいなら今。お風呂入ってくるけん、行ってらっしゃい。ゆっくり、肩まで疲れんやで。行ってらっしゃい。明日お仕事ですか？今朝はお仕事なんです。日付変わったので今日、そう、今日お仕事なんです。コメント3人って言ってくれてありがとう。あと3人の方、コメントお待ちしております。ぜひぜひ、ゆう、書いちゃいなよ。こんな、ジャニーさんは嫌だ。ゆう書いちゃいなよ、コメント書いちゃいなよ。あ、間違えた、ごめんなさい。個人情報見えちゃった。はい、頑張りましょう。あー、ミートやってくれてありがとう、ね、頑張りましょう、頑張ろうね。そう、でもケイさんよく、いつも来てくれてめちゃくちゃ嬉しいし、ね、結構遅くまで夜中起きてはるんで、なんかいつも心配してます。ちゃんと起きれたのかなとか、はい、ちゃんとお仕事頑張ってるかなとか、寝ずにね。はい、いい？これで。このツムで引き続き。フォロー6人って言ってくれてありがとう。フォロー、ぜひ6人の方、ぜひぜひフォローお待ちしております。今日の目標です。フォロー6人とコメントがあと3人。ぜひぜひ、仲良くしてくださいということで。はい、このツムが一番喋れんねんな。あー、ナイスフォローありがとう。ナイスフォローありがとう。ちょっと待って。今フォローしてくれた方、お名前だけでも、コウハルさん、ありがとう。そして、チャンミーさんも、はい、フォローしてくれてありがとうございます。はい、多分これフォローしてくれた順なので、はい、めちゃくちゃ嬉しいやり方。ナイスフォロー。こんばんは、ユンタコさん、こんばんは、ヤッホー。お久しぶり。ブリブリ。今ね、ステッカーブックやってんね。いや、誰が天津飯やって、なんでな、どうしたどうしよう。味噌タレさんも、ナイスフォローありがとう。嬉しい、ありがとう、ナイス、ナイスな心意気、ツンツン。アイス、ありがとう、これアイテムリアクション。いいね、コウハル、いいね、ありがとう、たくさん来てくれてありがとうね。コウハルさん、いいね、たくさん来てくれてありがとう。いいね、もうめちゃくちゃ嬉しいです。みんなでおすすめ載せていきましょう。はい、ありがとうございます。どうした、ケイさん、何が起こったんや。なんか良くないものでも、食べ物が良くないところでも入っちゃったかな。はい、
今ステッカーブックを一応やっております。新ツムだけでねしかね遊べない、イベントなんですけれども、多分ねこのネジ頭ピート1体あったらそこそこいけると思う。全部クリアしたななこさんいかがでしょうめちゃむずってほんまに難しかったかな。そう、笑ってくれてありがとう。つけない、本日ちょっと待って、本日4時起き予定なのにまだ寝つけない、マジか。羊でも数えようかうちが羊でも数えてあげようか。1匹2匹って、ピートが1体1回1匹ピートが2匹出れるかな。ああ、ちょっと待ってね。ナイスフォローからの、むずくなかった。あ、むずくなかった。じゃあ多分、この、ネジ頭ピートさえあれば、あとはセット積むさえあれば、多分最後までいけるんちゃうかな。はい。ミッキーばかり使って終わらせました。ああ、ナイス。そうなんや。でも、ミッキースキルマックスでしょ？ね。ななこさんね。ミッキーでいけんねや。じゃあ、どの積むでもいけそうな気がする。知らんけど。はい。というわけで、はい。あ、アロハーごめんなさい、独り言です。今、アロハさんって方が聞いてくれたよって出てきたから、つい言ってしまった。はい。ピートが8匹あたりで眠くなってきた。ああ、ナイス。8まで数えた覚えあんまりないけど、よかった。眠くなって聞いてくれた。4時起きやったらあと3時間後やん。そう、それは寝よう寝よう寝よう寝な、明日ほんまに体動かれへんくなんで、ありがとう。そんな中来てくれて、そんな中来てくれたという心意気がめちゃくちゃ嬉しい。ドケチミッキーが2匹ちょっとやめてドケチミッキーが2匹って、2人と何人か数えてる人がいる。目の前にドケチミッキーがいたんかなきっとそれは偽物です。はい、ミッキーはドケチではございません。ただのネズミちゃ少なくとも、ななこさんちは、ただのネズミの可能性がある。ウール入りながら見ればいいやないっす。そう、ラジオ代わりにね、聞いていただければ、嬉しいなと思いますけど、お風呂にね、ポチャンってしないように気ぃつけや。うちもよくね、お風呂に浸かりながら、いろいろ動画を見ております。映画一本とか普通に、見れるんで、お風呂入りながら、ハイボールを飲みながら、もうお風呂のね、出たとこに炭酸水と、いろいろ用意しとくね。で、なくなったら補充できるようにして、映画一本ぐらいは、普通に見る。お風呂好きやし。野獣はやりやすく一番稼げる。野獣はね、確かにね、やりやすくて、やりやすい。まあ、ジャイロ使うけど。ただ、このイベントは新ツム限定なんで、ちょっと使われへんけどね。そう、うちも野獣でね、コイン稼ぎしてた時期あった。野獣先輩ね。お風呂浸からない、あ、そうなんや。でも温かく敷いた方がいいで。シャワーのお湯でもね、しっかり肩からお湯をかけや。前現場で働いたんですが、夜勤の時機械の裏にミッキーいました。へえ、機械の裏にミッキー。スペシャルステージ真っ暗つむつむ、どんな感じなんやろう。何でやったらダメのが一番いいんやろう。真っ暗つむつむ、どんな感じなんだ。映画一本、そう、映画一本ぐらい見る。そう、シャワーのみやからそんな余裕ない。まあ、シャワーのみやったらね、ミッチさんありがとう、ナイスいいね。そう、いいねしてくれてありがとう。もうめちゃくちゃ嬉しいよ。いいねで応援してくれた。ツン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 、ぜひよろしくお願いいたします。はい、初見さんもどうもこんばんは。はい、明日お休みやしね、結構夜更かしさん勢いてはるんじゃないかな。はい、うちも仕事ですけど、なんか灰色のミッキーでした。なんか灰色のミッキー怪しいね。押してみた、ツンツンって。そう、バットハッじゃないわ、バンパイアミッキーちゃうかな、知らんけどはい、では一応一番強いツムと言われている、モンスターズインクセットで挑戦していたいと思います。フォロー2人ありがとう、コメントも2人ありがとう。そしたらネズミでした。ネズミなんかいいるよね、都会にも。難波って知ってる？大阪に難波っていう、まあ、南の玄関、要は、南の繁華街。東京で言うと、な、池袋？新宿とか、その辺なんかな？知らんけど。そう、難波、大都会やけど、熱中、めちゃくちゃおるからね。そう、もう気ぃつけや。今、奈々子さんと一緒に見た映画をちょっと思い出してしまった。ネズミ食べるやつ。
気もいい。はい、ではどうしようかな。フルアイテムでやってみます。はい、真っ暗つむつむ。はい、初見です。これ、TikTok 用というか YouTube 用でコメント取りするいいか。はい、真っ暗つむつむ。はい、ステッカーブックのスペシャルステージです。はい、初見プレイ、モンスターズに行くセットつむでフルアイテムで遊んでいきたいと思います。はい、つむってきます。お邪魔しました。ありがとう。あっちゃん、ありがとう。またね、またね。フリフリ。いってらっしゃい。ピット出なかったコインなくなった。マジか。まあでも、ピートよりも、モンスターズインクセットが出なかったって残念があるよね、普通みんな。まあ、ピートは強いけど、強いっていうか、消去量がすごいから、サブツムが弱け育つと思う。から、ね、一体持ってたら、まあ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 。割と使いやすかってはいい粒。モンスターズインクはすぐ出た。ナイス。素晴らしい。はい。じゃあそのモンスターズインクを使って、はい。真っ暗つむつむ。はい。やってみたいと思います。はい。レッツゴー。ピット私何かせんかった。マジか。でもスキル4か5、5くらいいってるよね。ナナコさんもね。あ、真っ暗や。何これ。ちょっと待って。真っ暗や。何真っ暗や。まあ真っ暗つむつむやから、まあ真っ暗なんやろうけど、はい、今美味しいもの食べて、美味しそう美味しいって言ってる食レポみたいやった。見たわかるやんっていう。はい、あー真っ暗、怖いよ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 、モンスターがいっぱいいるよ。うん、こんな感じでいいですか。なんかちっちゃ、そうちっちゃいね。あ、え、出えへんかった今。マジか。ほい、真剣に向かう。ありがとう。これで何消去、さっき見てへんかった。144。やっぱちっちゃい分消去量が上がるというか。え、すごいな。さすがスペシャルステージ。ほい。そしてタイムボムもめっちゃ出しやすい。ありがとう、マイク。突然明るくなった。はい。スキル効果中に暗くなるとかっていうわけでもないんか。なんかよくわかりませんけど。はい。ループしている。はい。はい。ありがとう、マイカ。エグ、ね、エグザイルや。そうそう、エグザイル、エグザイル。そうそうって言ってごめん。タンタンタンタタタンタン。同じ釜の飯食べた仲やん。ありがとう、マイク。えらいしょうもないことを言ってしまった。ほい。こんだけツムがちっちゃいとタイムボムが出しやすいから、タイムボム狙いでいって、マイクを狙って、マイクを狙ってというかマイクを期待して、とにかく回しまくる。しかも結構ツムつながるし、普通に。ありがとうマイク。これ余裕で1万枚いくね。ごめんね、ちょっとコメント後でまとめて読みます。マックスが1万コインやから、多分それ以上上がらへんと思うねんな。これ、51倍来てほしいな。いつも 1.1 倍やしな、スペシャルステージ。いやー、見えへん、怖いよー。ボームの場所が分からへん。楽しい。真っ暗つむつむ、真っ暗やー。ありがとう、マイク。
小給料どれぐらいやろ、2回目。それも85か、すごいな。ランドールの腹立つ顔だけがはっきり見える。はい、これでまんまいったかな。ヒーワーになったら辛くなる。ああ、ありがとう、教えてくれて。なるほどね、確かに。はい、まんまい超えました。もう多分コインは増えません。でも一生懸命スコア出し頑張ります。こういうところを褒めてほしい。うざい。はい。はい。ありがとう、マイク。あと2秒。もう一回は無理かな。はい。コメントもらいます。エグザイルやエッグここみたいな時間ごとに明るくなったら暗くなったりするような1万コインしか稼げない。そう、1万コインしか稼げないよね。このキャラ使いにくい。あー、わかるけども、セット積むってそんなもん。セット積むって、そう、生きてる意味はある。ちなみに生きてる意味はあるよ。はい、そうなんだ、1万コインまで。そうそう、1万コインまでって書いてあったよ、説明書きに。ほら、下に1プレイの、コインの上限が1万コインです。ハイスコア、プレイ報酬などには反映されませんっていう。はい。なんです。フィーバー入ったら明るくなるね。なるほどね。真っ暗つむつむ。いいですね。はい。これ何のか全然気づかなかったです。気づかんかったよね。とりあえず必死やからプレイ。いつの間にかフォロー1人達成。おー、フォロー1人で達成。ありがとう。初めてこの今日のミッションが達成する可能性がある。あと1人の方、フォローぜひ。まあ、1人以上ね。1人以上ですよ。はい。お待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いします。何倍になったかな？見るの全然忘れた。おー、で、見るのなるぞ。ありがとうございます。はい、これで、きっとね、みんなはスキルマックスになるはず。新しいカードにチャレンジしよう。はい、ありがとうございます。はい、普通ですね。はい。新ズムを使って1プレイで180経験値。1.1 倍やったー。コメント達成しました。ありがとう。コメント達成。嬉しい。なんか今日のミッションみたいなのがあって。はい、コメントの人数と、あとフォロワーさんの人数が目標設定があったんです。フォロワーさん、あと1人、ぜひよろしくお願いします。これ何枚あるんですか？ 4 枚やったかな、多分。4枚やと思う。優しい、普通、難しい、激ムズの4枚やと思います。パチパチありがとう。パチパチってしてくれてありがとう。はい、いいねもしてくれてありがとう。はい、それでは、ワンプレイで180経験値。これ疲れるんで、このツム疲れるので、楽なやつでやりたいと思います。はい、そうって言ってくれてありがとう。はい、では、多分、入った瞬間にね、100もらえるんで、あと80積めばいけます。ほーって言ってくれてありがとう。そう、4枚だと思うね。すぐ終わるよね。きっと今めちゃくちゃね、お話みんなとしてるから、ゆっくりやけど。でも嬉しいな。ぜひよろしくお願いします。 YouTube もやってるので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。もうすぐ4000人、年内4000人目指してます。ほんま5000人目指してます。なんで嘘ついたのやって話やけど。そうなのでね、ただなのでチャンネル登録もね、はい、ぜひぜひよろしくお願いいたしますと。TikTok はライブ配信メインかな。はい。YouTube ライブは基本していないので、なので、それぞれね、ぜひぜひ、仲良くしていただけたら嬉しいなと思います。はい、ほーって言ってくれてありがとう。さっきも読んだかな。ほい。ゲームはうるさくないかな？大丈夫かな？さっき、限りなく調整はしましたけども。だからね、わしからするとね、ほぼほぼゲームを聞こえてない状態で今プレイしてます。ちなみに聞こえてるけどめちゃくちゃ小さい。ちょうどいい、ありがとう。ちょうどいいって言ってくれてありがとう。はい、いいねもしてくれてありがとう。初見さんもいらっしゃい、どうもこんばんは。 YouTube でつむつむ
YouTuber をしております、コアとキグルミと申します。 TikTok でもぜひ仲良くしていただければ嬉しいなーなんて思っちゃったりしております。はい、大阪は西成区からお届けしております知ってます大阪の西成区。ね、全国的にも有名やと思いますけど、法律が日本で唯一通じない街です。はい、西成警察署、もうなんかね、クッパ城みたいなもんね知ってる人は知ってあると思うねんけど、西成警察署ってほんまにクッパ城みたいで、もうなんていうの、もう入り口の門がえぐいし、なんか兵隊みたいな、太い棍棒を持った、いかつい、まあ、警察官の人やねんけど、二人ぐらい、いて、要件言わないと、もう入りもできひん。入れさせてももらえねん。その要塞の中に。薄暗いし中。全然稼げひんかった。はい。4枚で4、5時間で終わった気が、そんなかかんにゃ。じゃあ、この優しいクリアするまでにしようかな、今日。で、明日続き、やろうかなっていうふうに思います。はい、初見さんもこんばんは。足つったかもしれないけども、耐えれるかもしれない。ペコパ下手くそやな、さっきから。上手になりたいペコパ。はい、初見さんもいらっしゃい。どうもこんばんは。はい、ハイボールを飲むかもしれない。はい、飲みました。ありがとうございます。ありがとう、フォロー。レモンさんかな。ありがとう、ナイスフォロー。これで達成かな、フォロワー数。本日の目標。はい、フォロー、ナイス、ありがとう。ナイスな心意気、ツンツン。はい、チョコプリンさんも、コメント、初達成。ありがとう、初達成や。ほんまに嬉しい。ねえ、ぜひぜひよろしくお願いいたします。お名前呼んじゃったけど、すいません。初見さんかな。はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします。基本的になんか、遊びに来たよ、参加しましたって出てもね、お名前あんまり、あえて読まないようにしてるんです。ね、気遣っちゃう方もいるかもしれないんでね。そう、今月中に300人目指してるんですけど、今で何人かな。あと17人いけそうな気がする。なんだかいけそうな気がする。絶対言ったらあかん。おめでとうって言ってくれてありがとう。あとちょっと寝る時間だったのにね。そう。ありがとう。ななこさんのいいねもおかげもあります。ありがとうございます。いつも支えてくれてありがとう。はい。なんだか今月いけそうな気がする。なので、300人。年内500人って言ってるけど、ほんまは1000人です。はい。年内に1000人のフォロワーさん。せめて500、600は超えたい。なぜかというと、うちの会社の、公式 TikTok かなんかが500何人やったから。まあまあでかい会社やけど、そう、それを超えるのが目標です。はい、とりあえずね。別に何の意味もないけど、超えたからなんやねんって話やけど、なぜかちょっとライバル視しています。と顔でかい顔で、でかい顔したい。はい。チェットツムスキル3だったから5に上げたら矢印ぐらい稼げた。ナイス！すごいや、すごいや。あれかな、ガチャ普通に引かはったのか、スキチケ使わはったのかな。まあ、スキチケ使うのも、まあ、ありっちゃあり。ありっちゃありよ。正直ね。ありっちゃあり。これが多分一番ちょうどいい表現やと思う。スキチケ使いました、ナイス！素晴らしい。みんなで万歳参照してあげましょう。万歳。万歳。万歳。当選確実万歳。そう、なしっちゃなし。なしっちゃなし。いや、ありっちゃあり。そう、他にいつもないから。ああ、なるほどね。今回のカードスキチキいくつもらえますか？ありがとうカフェラッテさん。スキチキ1枚もらえます。はい、最後のめちゃむずをクリアすると1枚もらえると思う。これ稼ぎのいいつも欲しい？ああねー。どれを取るかよね。だから、自分が、なんて、やりやすい積むと、やりにくい積む、あるでしょ。得意な積む、苦手な積む。で、あとは、ギャンブル性が高い積む、低い積む。これをどう見るか、やと思うけども、あとは手持ちの積むを、相談してね。4枚目に1枚もらいます。教えてくれてありがとう。セット積む苦手。うちもね、そんなに得意じゃないけど、セット積むはね、疲れるよね。そう、いいね、ありがとう。そう、セット積む疲れるから、でも稼げるか、下手し運がいいと
ちょっと運要素もありますけど、16,000 コインとかでね、いくしね。スキルマックスの初見プレイの動画が YouTube で残ってるんですけど、初見プレイで16,000コインってな。で、エグいツム来たわって思ったけど、運が良かっただけなのかもしれないっていう。で、2回目かなんかで、まんま行ってみたら、いけるよ、カーピアといけるよ。2回目、ナノコさんがパンって来て、どうみたいな。ちょっとじゃあ、えぐいからちょっと1回見てみてって言って、やったら14,000コイン、サクッといってんやん。その動画も残ってるかな、YouTube で。残ってる？残ってると思う。だから、マジで、波に超えたかもしれへんって、ほんまに思ったもん、あの瞬間だけ。あの瞬間だけ、ほんまに思ったよね。ただ、運が良かっただけなのかもしれない疑惑が、もう今になって、あれは衝撃的、そう、衝撃的やったよね。1日の、新ツムライブね。なんで、11月1日もやります。ひまたき後。多分0時ちょうどぐらいに多分つけると思うんで、新ツム、スキル1とスキル3とスキルマックスの初見プレイを、やります。で、それをそのまま、YouTube で使うから、素材でね。素材でそのまま YouTube に使うので、YouTube に名が刻みます。はい、名前を、全然お呼びしていいならするんで。まあね、3500人程度のね、弱小 YouTuber なんですけど、はい、そちらの方にもね、転載しますんで、最近そういう、濃すい手段を取ってます。今までは、一個一個ちゃんとロッカロックして、で、上げてたんですけど、ライブ配信を切り取ろうという、濃すい手段をしております。はい、じゃあ、新ツム、毎ツムを50個、一瞬で割るね、このツムやったら。はい、ほら、ボムとタイムをちょっと使おうかな。ボムアイテムは使った方がいいと思う、正直、セットツムは。タイムボムがいかに、出るかやから、セットツムの、プレイのポイントは。このロングチェーンでいかにタイムボムを出せるかが結構、鍵やと思います。ごめんね、このツムちょっとコメント読みにくいかもしれないので。はい。できれば万枚行きたいので頑張ります。マイクありがとう。このマイクの笑顔で、今まで何回も救われてきた。あの日の悲しみさえ。はい。ランドール。はい。マイクありがとう。あの日の悲しみさえ。全く関係ないレモン。よいしょ。大丈夫？コメントありません？あ、すいません。調子に乗りました。調子に乗りました。すいません。申し訳ない。ありがとう、マイク。あの日の、この日の、恥ずかしささえ。ランドール。ありがとう、マイカ。来てくれるだけで嬉しい。あの日の、もうええって。ほい。あとね、セットツムのいいとこは、ツムの繰り越しの練習になる。それはね、ほんまにミッキーフレンズセットツム？何やったっけミッキー&フレンズやったっけ？あれで、マジでスキルの繰り越しの練習ができて、多少ちょっと上手くなったっていう経緯があります。はい。どうでもいいですよ。はい。はい。ラグビーミッキーお願いします。OK です。ただ、ラグビーミッキー、私、スキル多分ね、4かなんかやったと思うけど。今ね、でも、ちょっと新ツムしか使えない、イベントをしてるので、
まあ別にいいか。ふう、全然出えへんくなってきた。ほんで疲れてきた、シンプルに。なんだ、ちょっとごめんね、後でまとめてコメントを読まさせていただきます。マイクありがとう、マイクありがとう。マイクありがとう。この一発目に来てくれたら大体1000コインちょっと入る。お願い、お願い、これを、じゃあ、サリーじゃなかったわ。サリーちゃんの歌って何やったっけ？もう一回ぐらい、あー、足りひんかったー。はい、ちょっと戻ります。衝撃コメントありませんから。はい、ラグビーミッキー、ちょっと待ってね。ラグビーミッキーお願いします。ありがとう。PTA さん。はい、OK です。ラグビーミッキー、じゃあ次やります。真っ暗なやつで6800ナイス !4000 ちょっとが最高だったから嬉しい。ねえ、よかったよかった。ちょっとツムが少ないから、稼ぎやすいっちゃ稼ぎやすいけど、真っ暗ツムツムね。はい、でも、めちゃくちゃ楽しいね。スペシャルミッションね。でも歌わないと、そう、夢ならば、さっきから歌ってたね。あの日の、これレモンのサビの部分です。はい。じゃあ、ステッカーブックちょっとお休みして、ラグビーミッキー行きますか。はい。ラグビーミッキー。ラグミさん。私のラグビーミッキーは、あれ？あ、ラグビーか。略したら出てきてるの。スキル4ですね。はい。スキル4の、では、スキル4でフルアイテムでいこうかな。はい。では、どれぐらいいけるか。スキル4ね。はい、どうも、初見さんもどうも、こんばんは。マイツムが少ないぞ。よいしょ。あ、待った方がよかったかな。ほい。久しぶりに使うわ、ラグビーミッキー。あー、つむ見にくいなー。ほい。あー、タイム狙ってんけどな、今。出へんかった。真ん中らへんに集めて、このタイミングで発動すると、まあまあいいんじゃない？あ、ちょっとこれ少ないかな。あー、少なかったね。昇級量もうちょっと欲しいな、スキル4やったらね。最近の、まあ、新ツムしかりやけど、昇級量、まあ、でもマイナスコインのマイナス補正がいいからな、昇級量でかいツムって。でも、遊んでて楽しい。あ、でも28消してくれた。よいしょ。はい。あ、30消してくれた。単純にあれかな、スキルの発動タイミングが早かっただけかな。はい。チャームツムはいいね、スキルが回りやすくて。これあれやったっけ、このツムって消去範囲が広まるだけやったっけ？必要トム数も減るタイプでしたっけ？使わなすすぎて。大ツムが2個あるよ。33です。セットツムいたらピートなくてもいい？うん、いいと思う。
そう、ピートも後だと少なく感じるよね。めっちゃわかる。だってあれ、2段階消去であんだけ消してくれるもんね。ただ稼げるコイン数はこっちの方が稼げるっていうね。スキル4のラグビーの方が稼げるっていう、この残念な。あ、でもフルアイテムだったらそんな変わらんか。ピートもフルアイテムにやったら6000コインいったもんね。あー微妙な、足りひんな時間。あー、もう一回行きたかった、もう一回行きたかったな。はい、以上です。スキル4で、まあ1000万スコアは乗っけられたけども、はい、はい、いかがだったでしょうか。スキル4のフルアイテムでの、プレイでございました。ただピートいなくていいよ、きっと。セットツムで多分全部いけんで、この今回のステッカーブカーね。はい、では一貫プレイでスキル3回使おう。ほな、じゃああれ、レベル6違う、リリース順か。こんばんは、こんばんは、ピーさん、おかえり、フリフリ。こんばんは、挨拶ありがとう。上がった、おかえり。ヌノもおかえり。はい、皆様もどうもこんばんは。初見で見ていただいている方もどうもこんばんは。コアとキグロミと申します。普段は YouTube でつむつむの動画を上げておりますが、TikTok ではライブ配信中心に活動をしております。どうぞよろしくお願いいたします。はい。なぜ、意味もなく、なんて、息継ぎなしで自己紹介しました。はい。では、よろしくお願いいたします。このダイヤ何？リーグ昇格2回。あ、今 C3 になったらなんかもらえるんかな。はい。ぜひ応援よろしくお願いします。キラキラ。これからドライヤーナイス。はい。ドライヤーは、ドライヤーは使用。下手なペコパ。意味がわからへん。ただただ普通のことを普通に、乗り突っ込まないペコパ。ドライヤーはしよう。髪を乾かそう。最近の若者はお風呂に入れない人が増えているというが、30からの39よ、えぐない。で、300コインも入ってないねんで。だからやっぱマイナス5段階ぐらいはあるかな、コインのマイナス補正。うん、多分それぐらいきつい。ただそれを関係ないぐらいのこの消去量。お風呂入らないの？入る、おじさんはお風呂大好きやから。変な意味ではなく、もうお風呂に入らないと寝られへん。気持ち悪くて。ピート気持ちいい。うん、ピート気持ちいいね。スキルも。とね、これ必要との数が確かね16か17ぐらいあって、それが10、せめて15とかやったらもっと気持ちよかったと思う。マイナス補正こんだけつけるんやったらさ、ちょっとね、少しでも軽くしてくれたら嬉しいの。これ文句ちゃいますよ、運営さん。私は運営さんのご意向に寝られへん、寝られへんよな、寝られへんよな。私は運営さんの味方、全面的に支持しますので。はい。わかるわ。あ、ほんま。1週間のお風呂、お風呂1週間に1回は入らないと。いや、もうちょっと入ろう。もうちょっと入っていこう。いくらエコだとはいえ。わかるわってそっちやったんかい。ありがとう、ピーさん、ありがとうです。ありがとう、ギフト、めちゃくちゃ嬉しいよ。全然ね、無理のない範囲内で一緒に、ゲームを通じてね、仲良くなれれば嬉しいなと思っております。はい、どうも初見さんもどうもこんばんは。ただいまステッカーブックをねちょっとやっております。多分違う、わかるわですね。あ、なるほどね。ほい。
今何を言おうとしてたんやったっけな何言おうとしてたんやったっけかな。ぺこぱ違うな、何やったっけ。いつも楽しみます、持ってます。こちらこそありがとう。いつも嬉しい、来てくれて嬉しい気持ちにさせてもらってます。はい。ね。めちゃくちゃ嬉しいよね。楽しみにして。もうなんか YouTube のコメントでもさ、いつも楽しく見させていただいてますみたいな、神様みたいなコメントいただけるとほんまに嬉しい。YouTube ってさ、直接なコミュニケーションがないから、ライブ配信って直接こうやってコミュニケーション取れるけども、なかなかどの方がどのタイミングでどれだけ見ていただいてるかっていうのがもうわからないので、正直ね。はい。でじゃあそれを自分に置き換えた時に、すごくいつも見てるけど毎回いいねって押すかって言われたら押さないし、チャンネル登録してなくてもいつも見させていただいてる動画ももちろんあるし、まあしろよって話じゃないけど。だからね、そうやって直接的なコメントいただけるとめちゃくちゃ嬉しいね。マイク2回しか出えへんかった？あ、マイク？あ、そうなんや。でも、全く出えへんとき全く出えへんよね。ななこさんなんて1回も出えへんかったときある。普通にあるしね。はい、どうも、初見さんもどうもこんばんは。はい、ではではでは、とりあえず、ここの普通はちょっとクリアしたいなと思っているんですが、じゃあミッキー、ヴァンパイアミッキーで300コインぐらいはねいけるかな。はいね、いつもこうやってね覗きに来ていただいている方もね嬉しいですよ、ありがとうございます。ぜひね少しの勇気を出してコメントとかねフォローしていただけると嬉しいなとも思うけども、はい、チラ見していただいてもね全然大丈夫ですよ。ほいほい。まだ TikTok 始めて1ヶ月も経ってないよね多分。まあ動画投稿とかしてたけども TikTok ライブ自体どこつなぐね、すごくたくさん素晴らしい出会いに恵まれていつも楽しくやらさせていただいております、ありがとうございます。マスカスクリーム2000コインいかないマジででも行かないとき行かへんうちもなんか全然なんかうまくいかへんときもうまくいかないね。これなんかつながるところがなんか全てがつながるわけじゃないやん、なんかこう消えるでしょ端の方とか、だからなんかねなんかうまくいかへんときうまくいかへんよね。前つも消えるしこうやってこう、あ違うなこっちやったな多分ってなるしね。だからこのコウモリをこうなぞるときは時間止まるんで慌てる必要は全くないねんけどね、何やろ何かがこう時間を終わらせる。よいしょ、あんまいつもなんかで何やろ、そこはかとないやりにくさがある。うん、それがストレスやんね文句じゃないですよ運営さん、私は運営さんの、指示には全て従います。あなたがヘをこけと言ったら私は喜んでヘをこけます。はい、ほいほいほい、もう一回ぐらい、ああ無理やった少しの勇気お待ちしてます。ナイス。はい、ミキじゃなくて接続でマイク出なかった時、そうスキルレベル何ですか？ありがとう XY さん。これでもマックスです。これでもマックスやね。これが現実です、皆さん。はい。これがこの粒の現実ですよ。上手い人、まあ、あんなのまやかしでしかない。そう。はい。このスキルマックスなんですよ。必要素数18っていうのがやっぱちょっと重たいよね。そう。だスコア倍率がかかってるから、低スキルでもハイスコア狙える粒やと思うけども、これが現実です。はい。コウさんのトークは聞いててほっこりします。ありがとう。ほっこりして。ほっこりして。このうちの枠はプレイのうまさじゃないから。トーク力でなんとかやっていきたいというスタイル。はい。ナイス。ありがとう。ほっこりしてちょうだい。では、ネジ頭ピート。で、なぞって8チェーンいけるかな。
あ、チェーン、チェーン、チェーンやから。チェーン、無難にこの辺使っとく。もう、いっか。8円ぐらいできるやろ、と信じて。はい。なんか変化系とかこういう時あればね、なんか役に立つけど、もう、ねえ、ないものねだりで。どれでもいける。うん、どれでもできます。はい、じゃあ、行きましょう。ピートのツムって結構強いツム多いじゃない？ただの何やったっけ、暴れん坊ピートやったっけ、何やったっけ。あれ好き。あの、ミッキーと車カーチェイスやってて、ドーンってやって、横ライン消去してくれるやつ。あれもスキルレベル4かなんかやってんな。あれもマックスになったら相当消してくれるからね。ハッチェーン。あー、今のいけたな、ハッチェーン。コンスタンスやったっけ、こいつでいけたわ。どのタイミングで狙いに行くかやな。これいけるんじゃない？あ、いけた。ナイス。よし。これで、思うことなく、普通にプレイができる。はい。もっと長いの狙ってみる。もっと長いの狙ってみる。はい。強いな、このキャラ。ね、このキャラ強いように見えるでしょ？めちゃくちゃ消してくれるでしょ？そう、だけどコイン数見て。1回のスキル消去で、300コインも入らんへんみたいな。こんなことありますか？コインのマイナス補正がね、多分マイナス4段階か5段階入ってると思います。ちょっと、正確な、あれは、情報は、ググっていただきたいんですけど。でも、プレイしててめっちゃ気持ちいいよね。これだけ消去してくると。だって1回で31消去、縦ラインしてからもう38消去やで。合計で70粒ぐらい消えてくれるっていう。よし、サブ粒が容器育つのも。はい、笑ってくれてありがとうね。アナキンの方が稼げるのか。全然アナキンの方が稼げる。余裕です。もう全然です。はい、ね、見た目もかっこいいしね。まあ、このネジ頭ピートも見た目かっこいいけどね。このなんか、この凛々しいお目目。こう、世間に対しての不満や、なんていうの、憤りを感じさせるこの目つき。だから2回叩かねえ、これは。きっと。知らんけど。不満があるんですね。きっと。今、選挙やってるから、ぜひね、ピートさんにもね、選挙に行っていただきたい。ね。己の一票で世の中を動かしていくんだという強い気持ち。これで稼げたら最高ね。だから、必要積む数が、あと1個でもいいから、少なかったら、確か16かなんかなったような気する。16か 17？ せめて15とか、あ、違う、もっとかな？もっとやったかな？せめて、16とか15とかやったら、全然違ったのも、7000コインとか普通に稼げるような積むになってたような気がする。知らんけど。その辺がちょっと惜しいんすわね。コウさんもたまにこんな顔になってますよ。ほんますか？こんな顔になってます？世間に対して俺は文句を言っていくねんっていうような目つき。ごめんなさい、そんなつもり全くないねんけど。セット積む、運で稼げるコイン全然変わってくるよね。全然変わってくる。はい、知らんけど。それはもう、大阪府民の口癖やねん。もう許して。愛の手っていうか、接続詞みたいなもんやから。初見さんもどうもこんばんは。ねえ、何に対するねえか知らんけど。はい。では、新ツム使って1プレイで430個消そう。はい、430個。何かな？もう、なんか簡単にもう、もうこいつでいく。はい。だから、いっちゃん最初にマイクがどんだけ出るかで、全然違う。はい、今このタイミングでハイボールを飲んだかもしれない。はい。ハイボール飲んでます。ちなみに、薄いハンボール。飲める方、ぜひ一緒に飲みましょう。寝る前にね。はい、晩酌にお付き合いいただける方も、ね、画面から見えへんけど、ぜひよろしくお願いします。セットの相撲欲しくて、コインなくなるまで頑張ってみたけど、出なかったです。あ、そうなんや。残念だけど、あと3日間ぐらい、4日間 ?4 日ぐらいあるよね、今月ね。もっとあるか。
ぜひ狙ってみるのもありかもしれないけど、あんまり無理はしなくていいかもしれない。ショックやんな、よしよしだよ、よしよし。嘘を吐きました。コウさんの目は一本線でした。やかましいわ。やかましいわ。誰が一本線やねん。誰がなんていうの、ね、チャーリー・ブラウンみたいな目やねん。はい、初見さんも来てくれてありがとう。ニコ。もうちょっとあるわ。ぜひ、どんな顔をしているのか気になる方は、動画で顔出ししてますので、たまに顔出しで飲み配信してます。はい、ので、ぜひ、コウさんのね、キグレムさんの顔面を見たいなっていう方はぜひ動画を見ていいねを押していただけると嬉しいです。そして、フォローもしていただけるととてもとても嬉しいと思っております。今月の目標は300人はなんとか達成したできそうやけど、なんとか早く達成したい。年内で一応1000人、プロフィールに5000人って、これ勝手にうちのマネージャーさんが勝手に設定したね、かなり高いハードル。そんなこと一言も言ってないのに。5000人行くねん、今月中に、つって。さあ、今年中に。そう、だからもう鼻息荒くして TikTok に乗り込んできたみたいな感じやけど、全然そんなことない。1000人、目標1000人です。過去で見れば気がくなりびっくりしました。ね。ということはですよ、皆さん。そういうことなんです。どんな美少女でも、実物は違う可能性がある。というのを私が証明してしまっている可能性がある。はい。ね、目が一方線のやつでも、クリクリっとした目になる可能、なってる可能性があるということを、有権者の皆様には訴えたいと思っております。はい。では、チェットツム。これ、やり始めると、ちょっとコメント読めないかもしれませんけど、コメントないかもしれないですけどね。頑張ります。はい。430個。頑張ります。そう、初見さんもどうもこんばんは。コウさんに目がある。違う、目があんねん。目はあんねん。首やっちゅね。腕やっちゅね。これは関西の人間しか分からへんかな。はい。お願い、マイク来た。ありがとう、マイク。マイクもね、こんな大きな目があるからね。これも加工かもしれない。よいしょ。ほい。マイクが来そうじゃなかった。ラドール。このカード、スキチクもらえますか？もらえる、もらえますよ。ありがとう、コメントしてくれて。赤サタナさん。半角で、ちょっと、一瞬で判断できんかった。はい、最後の4枚目でスキチク1枚もらえます。なので、結構すぐ終わるし、やった方がいいですよ。はい、ちょっとこう終わらせて、スキチク1枚。ゲットしましょう。だから今月、ハロウィンイベントで2枚でしょ。で、キャンディー集めて1枚もらえるでしょ。で、このステッカーで1枚でしょ。だから4枚は、普通にしてればもらえる。普通にイベントをこなせば。で、前々回のピックアップガチャ完売した人は、そこで1枚もらえるでしょ。だから5枚。で、白生正しい、あ、じゃないわ。ワンパクシンバがスキルマックスだった人は、ラストショーの、2回目のピックアップガチャのラストショーでスキルチケットになるから、それでさらに1枚。だから最高で6枚。今月でね。スキチケもらえるので。すごいよね。うちがつむつむ始めた頃は、じゃ考えられへん。1ヶ月に2枚よ。もらえてみたいなっていう世界観やった。だから最近はほんまにスキチケ要件出してくれたはると思う。運営さん褒めたで、運営さん褒めたで、わしだからこっそり1枚もうよこしてな。欲がすごい。あー、ほらね、運営さんもなんか文句じゃないで、なるともうマイクが出なくなる。絶対後ろになんか操作してる人がおるような気がする。マイクありがとう。ほら、褒めたら褒めましたよ。もっとください。もっとください。当たりひんかった。
はい、どうも、初見さんもどうもこんばんは。ぜひぜひね、時間潰しててください。いつもは YouTube で、つむつむの動画を上げております、コアとキグムと申します。ぜひ、TikTok でも仲良くしてもらえたら嬉しい。お、フリフリ。はい。はい、気持ち悪い。書かれてないですよ。誰も書いてませんけど。ほら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 。スキルレベルどれぐらいですか？あ、スキルレベルマックスです、一応。あ、もう一回くらい行きたいけど、ちょっと、あまりにもマイクが出えへんかったね。も、増えたん？スムーンの種類も増えたから、スケチケも増えたんかな？それもあるかもしれないよね。まあ、10周年っていうこともあるし、結構イベントを打ってくれてるっていうのもあるから、それもあるかもしれへんけど。ナイフ、ありがとう、ナイスフォロー。ありがとう、嬉しいよ。ナイスー。ちょっと待ってね。お名前。りょうさん、ありがとうございます。ナイスフォロー。嬉しい。ぜひぜひ仲良くしてくださいね。フリフリ。今すごくたくさんの方が見に来てくれてめちゃくちゃ嬉しいです。ありがとうございます。そして、いいねも打ってくれてる方、めちゃくちゃ嬉しいです。ありがとうございます。はい。ね、ぜひぜひ仲良くしていただけたら、ハート交換グループのメンバーも募集してますので、ご興味ある方、ぜひぜひ、入りたいよって言ってくれたら、募集というか、入させていただきます。ちょっと、今、事件がちょっとうるさくなった、すいませんね。はい、いきますよ。あ、違った。あ、ちょっと待って。ああ。今、とんでもないことが起きました。ちょっと待って。おい。ああ、ちょっと遠いな、距離が。めちゃくちゃ、ありがとうございます。何さんや。ちょっと待って。こっちが先大事。七七さんかな、うどんさんかな、ありがとう、ナイスフォロー。ティー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 、ナイスフォロー、ありがとう。嬉しい。事件が起きたの、あと15人で300人です。今日達成したい、欲が。だんだん欲が出てきた。ぜひね、フォローして、また遊びに来ていただけるようにしていただけたら嬉しいなと思っております。めちゃくちゃ成長しきった、G が目の前を通り過ぎていきました。それはまるで、白生タタシンバの、あれぐらいのスピードで、バキバキ言ってたよ。え、ほんまに？すいません。あ、バキバキ言ってたのは、ドライヤーで攻撃してやろうと思って、スイッチ入れたけど、コンセントが抜けてて無理やった。くっそ退治したかったけどな、どっかに行ったな。でも、あの辺におるなとかもきっと。すいません、はい、話がそれましたけども、はい、皆様、初見さんもどうもこんばんは。はい、それは大事件でしょ。びっくりした。普通になんか白生タタのリズムで歩いとった。ドライヤー逃げるだけ。そやけどさ、なんかなんかの威嚇にはなるかなと思って。はい、では続きまして、とりあえずこの普通を終わらせるぐらいまでは今日頑張りたいなと思っております。はい、あとは明日も仕事なんでね、まあ、キリーとこのまでかなとは思いますけど、新ツボ使って1プレイで150万点、150万、何でもいける。まあ、ネジ頭ビートでいいかな。はい、ネットかけたら一撃で。そうやけどさ、ネットを沸かす時間にさ、お湯をセットしてスイッチ入れて、ケトムやったっけ、お湯沸く装置あるでしょ。時間かかるな。私がいたら掴んでポイです。そうですね。あなたがいたら掴んでポイですね。そう、うち苦手やねんな。まあ、得意な人おらんと思うけど、空飛ぶ生き物嫌い、基本的に。空飛ぶ生き物基本的に全部嫌いです。はい。今年の夏ね、家帰って、で、ただいま、誰もいない部屋をね、
ただいまっつってドア開けたらセミがおって、腰抜けたもんだ、ね、ようわーって言った。誰もいないところで恥ずかしい。せめて誰かに見られたかったせめて誰かがいるところで腰を抜かして笑ってもらいたかった。だけど誰もいない暗い部屋でいきなりジジジって言って、空と天井飛んどって、普通に腰が抜けました。どうもコアと着ぐるみです。はい、そんなエピソードでおなじみのどんなおなじみやね。はい、もう何匹連れですかってことか。もう何乱暴ですかあなた、ジャングルで生まれ育った。はい、初見さんもどうもこんばんは。どうしよう、鼻噛みたくなってきちゃった。やっぱり私は天使なんだから、アイコンも天使だよね。そう、間違いない、間違いないあの、何やったっけ、アマコーインターの漫才みたいちょっと待って、ほんまや、天使って漢字で書いてるなんか鼻かみます。セミの音にびっくりする。そう、セミの音ってびっくりするでしょ。ミュートの仕方がちょっとよくわかりません。すいません。写真撮ったんでわざわざ。そうなん？ごめん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 。全く違うのに、そうなんて言ってしまった。そうなんや。素晴らしい。ナイス天使。こういうとこよね、多分。こういうところがコメント嘘っぽいって言われる。うん、そんなことないよ。そんなことない。ほんまに思ってます。これはでも大阪人に多分共通して言えるんやと思う。そんなこと言うとね、うちの知ってる大阪の人はそんなことないとか言う人がおんねん。はい、全くその通りです。はい。ありがとう。わざわざ写真撮ってくれて、風呂上がりに。もう眠たいやろう。あの日の悲しみさえはい、どうも初見さんも、注目点は鎖骨だよ。ええこと言うたまるで30代前半ぐらいの方のコメントみたい知らんけど、はい、鎖骨をアピールしていきましょう。全国の天使の皆さん、はい、男はね、鎖骨でも、男がみんな鎖骨になんかドキドキするかと言われたら、なんかそれはなんか 100% そうだよねとも言い切れない。人によるかな。でも好きっていう人好きよね。この肩の辺を開けるファッション的なのがすごい魅力だよねっていう。じゅーちゃんちゃいだよだよでしょ、うん、嘘っぽく書いてるけど、この人リアルですこの方リアル。あー、ギリギリやった。はい、ワンプレイ70コンボ、まあさりげなく、あ、太鼓の達人だってもう真似してはるこの人って思った人は誰もいいひんよね誰も多分いいひんと思うけど、はい、70コンボでは、モンスターズリンクセットで頑張ります。一応このエリアの真っ黒つむつむやったっけまで、今日の配信で頑張ろうと思います。そして明日続きをやろうとかなと思ってます。はい、では、70コンボ目指して頑張ります。ツンツン、お願い、マイク、ありがとう。マイク幸先がいい、ナイス。いや、今飲んでるハイボールちょっと濃いな濃く作りすぎてもだ。ほい、やっぱりサリーか。そんな気がしていたよ。君が来てくれるような気がしていた今夜は。そう、あの日の、ありがとうマイク。
ランドほい。はい。いいねもしてくれてる皆さんもありがとうございます。覗いてくれてる皆さんもありがとうございます。私も写真変えようかなと思って画像撮ってきたけど、変え方分かった嘘でしょなんかね、あのプロフィールの編集みたいなところあるでしょ、多分そこからいけるような気がする。うちこのあのぬいぐるみ結構気に入ってんねんけどね、可愛いなと思って、いつもこれ奈々子さんのね、ありとあらゆる SNS の中でもこれでしか見えないでしょ。結構個人的には気に入ってるんですが、変えたい時に変えよう。あーギリギリ間に合う。あくそー、それじゃあ、あーそうそうそう、乗せますかって言われる。でも断ったらいけるんちゃうかな。はい、ありがとう、教えてくれてありがとう。そうそう、断れるよね。お断りっつって。コロコロアイコンを書いていただいてる先輩が、そういった、ああ毎回ありがとう。あれ今アイテム何使ったっけ。アイテム何使ったか忘れとっと。スキルなんですか、ありがとうございます。お名前、マムシダニさん、ありがとう。スキルマックスです、一応。はい、同伴に一緒に使うのはさすがだよね。何言ってるかよく分からない。ちょっと何言ってるか分からない。はい、スキルマックスです、ありがとう。マイク、これでもね、これでもマックスなんですよ。はあ、お願いマイク、ありがとうマイク。ヒャオイの種類、ああね、今のヘイこそなんかこいつ興味ねえなって思えるぐらいのヘイ、あの今日一のヘイを出してしまった。そんなことない、あの興味全くないわけではないけども、全然分からへんその世界観。ねえ、最近のねえ、学生さんは、もう、おしゃれさんが多いから。お、まんま行った。ありがとう。久々にまんま行きました。初見で強いですか？運要素が割とあるツムなので、強いは強いと思いますけど、間に合うかな、間に合った。ただ、ナミネとか、シーバズ級かと言われると、ちょっと、まあ、下ぐらいかなって思います。優先、じゃあ最優先で育てるべきかって言われると、別に最優先じゃなくてもいいかなっていう気はします。ありがとうね、XY さん。はい。これで変わったかな？あ、変わってる変わってる。今のコウさんにふさわしいアイコンにしました。え、何？ちょっと待って。今のコウさんにふさわしいアイコン。やめて！今のコウさんにふさわしくもないけど、この着ぐるみ絶対嫌や。ヒデはそんなこと言うなんて。そんなことない。何わしなんか言うた。全然そんなことないよ。おしゃれさんやでっていう、褒めたつもりで言ってんけど。そう。ごめんなさい、鼻詰まってる。強いっちゃ強い。強いよ。全然強いと思う。全然強いと思うけども、めちゃくちゃ最優先に育てるべきかと言われると、そんなことないかなって感じよね。運要素がちょっと強め。稼げるときは稼げるけど、稼がれへんときは、ほんまに稼がれへんから。はい、埋まりました。ありがとうございます。はい、スペシャルステージです。真っ黒つむつむ。真っ暗やった。えーって言ったよ。言ったよ。チーターをさらえたら寝れないよ。そんまにそれな。ただ、どこかに彼は行かはりました。今、視界にはおらへんから、まあ、ずっと、どこかで、どっか出てきたんやろ。めちゃくちゃ育っとった。もうなんか、フリーザで言うと、
フリーザでいうとツルツルの完全体やった。はい、はい、真っ暗つむつむ、真っ暗つむつむでっておいで。あ、54のみやったんや。今54のみでまんまいけました、久々に。はい、ごめんね、そんなことない、謝らんといて、謝らんといて、全然そ、あのごめんって、わしが悪かった、ごめんなさい。彼女は今卵の海に行っております。彼かもしれへんで、うちは彼やと思ったけど、男の子やと思ったけど女の子やったんかな。いやいや、これ以上増やさんといて、子孫を。断固反対します。昨日寝落ちしちゃった、ナイス、寝落ちはいいこと。はい、うちの枠ね、もともとポコチャで配信した時も寝落ち枠って言われてました。はい、自然に1人2人そして2人いてはるけど、コメントがなくなっていって全員寝たって時あったよねこれ全員寝たよねみたいなで、枠を閉じたことが何回もあります。そのツムガチでやったらスコアどれぐらいいくそうですか。ガチでやったら、やってみる、3000は超える。今のツムレベルが36なんですけど、ツムレベル30代で3000万スコアは超えるかな。で、1万5000コイン級で、初見プレイでやった時1万6000コインか1万4000コインやったんですけど、1万5000コイン前後ぐらい稼げる時で、4000万スコアを超えました。うん、だから上手な人がやってタイムボムで時間を伸ばすことができたら、で運が良ければそれ以上狙える粒だとは思います。ただセット粒やからね、なかなかあの1億狙えるかと言われたら結構かなり難しいと思います。それぐらい結構運要素がちょっと強いかなって気はしますね。はいじゃあ、モンスターズリンクセットを使って、先ほどフルアイテムやったんですけど、今回はじゃあまあスコアだけなしでこれでいこうかな。はい、ご覧のアイテムを、使って、はい、では真っ黒つむつむやったっけ、はい、頑張ります。でもさっき余裕で1万コインは、まあ1万コインがマックスなんで、そこまではいけた。あー暗いよマイク、マイクじゃないサリーやった、何、ありがとう。粒がちょっとちっちゃいから、あの消去数がちょっと多い分稼ぎやすくはなっている。サリー、マイクお願いします。ありがとうマイク。おー、ループした。けどもマイクありがとう。はい。とりあえず、なんかミッションをクリアした音がした。何のミッションやったやろ？マジカルボム？マジカルボムか。マイクありがとう。クモを買うとゴキブリ全滅する。え、そうなん？クモが食べてくれる。いやークモか、ちょっと嫌やな。ぶら下がる系の昆虫もあんまり好きじゃないです。I must find a fly だ You are beautiful butterfly クモの歌がこれぐらいしか思いつかへんかった。牧原さんがね、何しはる前のに作った歌ですね、はい、暗いよ。ありがとうマイク。これで5000何がしコインまではいったやろ。ありがとうマイク。タナちゃん一匹話しましょうか。
タランチュラってなんか猛毒持ってる彼じゃない？違うんかな？うちが持ってるタランチュラと違うんかな？ジャングルにいるやつでしょ？でっかいやつ。いやいや、帰ってきたらなんかすごいことになってそう。あれ？ハンモックなんか買ったっけ？みたいな。普通に蜘蛛の巣やった可能性あるよね。やばい、こうやって喋ってると、ああ、まんまいかない可能性が出てきたぞ。くっそ。お願いします、マイクさん、マイクさん、マイクさん。ありがとう。ちょっとふかふかな感じのね。いいよね。いいよね、いいよね、じゃない。いやいや。お願いしますマイクさん。あー違った、もう1回で1マイクで1マイク、あーごめんなさい、失敬。1マイクでいける。あー来た、1マイクでこれでもう1回スキル、あータイムオーバー、タイムオーバー。あーでもう1回スキル発動して、ノーノー。くそ、ギリギリ買えへんかった。いけたと思ったけど、 G を選びますか K を選びますか。K かな。いやどっちも嫌や、雲の K でしょ。今一瞬自分かなと思ったけど、こうあ、こうあった着ぐるみのこうかなと思ったけど違ったね。全然雲やった。いやいや、雲は嫌や。というわけで、真っ暗つむつむ。はい、今何コインやったかな。はい、完成しました。2枚目。ありがとうございます。はい、アイテムセット、ありがとう、お姉さん。こんなんなんぼやってもいいですからね。はい、そして難しいに突入します。ということで、はい、ここで一回今日終わろうかな。2時半やしね。あ、ちょっとだけ倍率かかってたけど、12,480 コインありがとうございます。キリオカ380万コインまで乗っけることができました。はい。というわけでございまして、はい。いかがだったでしょうか。たくさんハート交換グループの方にも参加いただきましてありがとうございます。私は D の方がマシかな。マッチって。空飛ぶ生き物だけは苦手やな。はい。そして、まだまだ募集しておりますので、よければ、ね、ぜひご参加いただきたいなと思っております。フォロワーさんもとてもとても増えまして、ありがとうございます。はい。絵も竹縄ではございますが、半には終わろうかなと思います。これが終わったらハートをクリスマスナイス。やっぱシンデレラ一強なのかな。そんなことはないけど、シンデレラが一番稼ぎ、スコアは稼ぎやすいかな。1億スコア、を一番出しやすいツムなんですかってさっきもご質問いただいて、やっぱシンデレラかな。それ以外のツムはちょっと難しいかなね。うちは苦手なツムが多いので、はい、半ぐらいに終わろうかなと思っております。はい、今のうちにぜひフォロー忘れなく。そしてつむつむ YouTuber でございますので、YouTube の方のチャンネル登録もぜひぜひぜひともよろしくお願いいたします。はい、年内5000人目指しております。はい、もうすぐ、もうちょいで4000人なんですけどね。おやすみなさい。ありがとう、ピーさん。おやすみ。ありがとう。嬉しかったよ。フリフリ。いいねもありがとう。はい。また明日、また明日ね。はい。また明日、ちょっとこの続き、3枚目、4枚目を、明日の配信で、倒したいなと思っております。はい。ひろっちありがとう。真っ赤な真っ赤な真っ赤なバラを、ひろっちからもらう。ありがとう、ナイス。ありがとう。嬉しい。いきなり、ひろっちゅうびしちゃったけど、ごめんね。ありがとう。なんとかっちって、名前の方は、ね、そのまま読んじゃった方が、なんていうの、いい感じですよね。さーら、バイバイ、さーら、何やったっけ、その歌。熊の子を見ていた？かくれんぼ。違うよね。あ、カーピオンもおやすみ、おやすみ、ありがとう。いい夢見てね。あったかくし寝るんやで。はい、ありがとうございます。半に終わろうかなと思っております。はい、ぜひぜひ、またね、フォローまだの方、ぜひフォローをしていただいて、また遊びに来ていただけたら嬉しいなと思っております。あ、ありがとう。真っ赤な真っ赤な真っ赤なバラを、カーピーからもらう。ありがとうです。
一応アイテムリアクションやっております。見えへんけどみんなからはこれね、旗から見ると、うん、一人で部屋で何してんねんっていう、そろそろ門が閉まっちゃう、そろそろ門が閉まっちゃうラッスン、これだい説明してね、ありがとう、ほら捕まえた、何それ、知らん、そんななんか門番みたいな歌った、ラプンツェルちゃうよな、ちなみにワンパクシンバの王すぐ王様になるのが待ちきれないっていう曲には全然ピンとけへんかったけど、あの曲がつくの嬉しいと思った人いるんやろか、まあいるよねきっとね、めちゃくちゃ失礼な話ですみませんG 頑張って倒してね、頑張る、さっと探してみる、追いかけてみる、そしてなんかね、余計な殺傷はなんかかわいそうなので、できたらね帰っていただきます我が家からできればね追い飛ばしていただいて、はい、ご家族のところへ、ご家族のところが我が家やったらどうしよういやいや、ご家族ごと引っ越してほしいわ、それやったら。今夜徹夜ですね。違います。寝るよ。ハイボールかけて。ハイボールかけてね。いや、もったいないな。ハイボールかけてほしいのは私です。私じゃない。着ぐるみさんってハイボールかけてもらいたいんやって、ひそひそみたいな、ね、ことには、じゃないんで。はい。そんなことありません。飲んでなんぼ、ハイボールは。家から追い出されと言ってって言われるよ。そんなこと言われたらなんかちょっと考えちゃうかもこういう優しいところがあります私どうですか皆さんアピールの仕方が、そうね、まあそういうね優しい一面があるということだけでも覚えて帰ってください今日は。はい、というわけでございまして、たくさんの方見ていただきましてありがとうございます。お名前、全員のお名前ちょっとお呼びできないのは申し訳ないんですけれども、はい。